京成稲毛駅は千葉県千葉市稲毛区稲毛3丁目にある京成電鉄千葉線の駅である。駅番号は KS55 相対式ホーム2面2線を有する地上駅でホーム有効長は6両編成に対応する。各ホーム間は校内踏切で連絡しており2番線ホーム側にも改札口がある。1番線ホームの中央に 男女別の推薦式トイレが設置されており、多機能トイレを併設している。以前は、上の寄りに下り線から上り方面に出発する分岐器が設けられていた、駅長配置駅である。駅名表と旅客向け案内では、京成稲毛の京成を省略し、表記、故障は稲毛としている。京成千葉線は、京成本線、新京成線及び、 京成千原線との直通運転も一部実施している。駅ホームの案内表には、京成千葉線との直通運転の設定がない、成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には、京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2018年度の1日平均乗降人員は7064人で、京成線内69駅中、第44位であった。 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、旧、神谷伝兵稲毛別荘稲毛浅間神社、神谷伝兵や愛神角ら不ケの時代には、国道14号付近に、海岸線があり、海水浴や潮干狩りの客で賑わう、リゾート地となっていた。稲毛浅間神社の周辺に広がる、松林の中には、別荘風旅館、会期館もあり、会期館には、 多くの文人木閣が小説執筆や西洋のため訪れるなど文人に愛された地として古くから栄え、駅周辺の高台は別荘地として開発された経緯から高級住宅街となっている。駅前には千葉県道百三十四号稲毛停車場、稲毛海岸線が通り、駅西側には国道十四号、国道三百五十七号、駅北側には 東関東自動車道が通る。国道14号を越えた先からは、見浜区に入り、大規模な住宅団地や、埋め立て地が広がる。保養所等も今はなく、埋め立て前の海岸線は、稲毛浅間神社や松林が、昔の面影を残している。特に、稲毛の松林は、稲毛浅間神社の創建以来、 次第に形成されてきた松林で、かつてはすぐ近くまで波が打ち寄せた目持ち絶景の地であった。浅間神社境内を含めた、球場一帯が名称地となっており、その一部が市の公園として開放されている。JR 総武本線の稲毛駅までは、約650メートル。JR 京葉線稲毛海岸駅までは、約1.5キロメートルの場所に位置する。 千葉県千葉西警察署東京科大学千葉科、医療センター千葉とヨペット本社、稲毛駅駅周辺も、山椒駅周辺には、駅もよりの京成稲毛駅バス停と、駅から離れた高台にある京成稲毛駅入口バス停がある。かつては、京成バスの市街線、旧の義線、京成団地線などが当駅を奇襲点としていたが、その後、当地のバス路線中心駅は、 JR 稲毛駅となり、佐部線が2010年3月15日より、運行休止となったのを最後に、当駅を奇襲点とする、路線バスはなくなった。京成バス市街線は、千葉都市モノレール開通以前は、運転本数も多く、京成バスを代表する主要幹線の一つであった。京成電鉄千葉線、ケミ川駅、京成稲毛駅、緑台駅、ありがとうございます。